機動戦士、ガンダムゼータゼータは、日本サンライズ制作のテレビアニメ。機動戦士ゼータ、ガンダムの直接の続編として作られた、ガンダムシリーズの一つ。略称は、ゼータゼータ。1986年3月1日から1987年1月31日まで、名古屋テレビを制作局として、テレビ朝日系で毎週土曜日17時30分18時に、 全47話が放送された。平均視聴率は6.02%。ガンダムシリーズの第3作であり、機動戦士ゼータ、ガンダムの直接的な続編として第1次、ネオジオン構想を描いた作品である。エウーゴ側のモビルスーツは、前作からの引き続いたものが多く、前作の主人公、神指団ビダンが登場したガンダムマーク2とゼータ、ガンダムも、 エウーゴの主力として活躍した。また BGM は前作の BGM も使用している。前作とは一転して、当初は明るい雰囲気でスタートし、敵も味方もコミカルに描かれることも多かったが、第19話以降より順次シリアスな作風に路線変更となった。本放映前の番宣キャッチフレーズは、子供はみんなニュータイプ。見せてやろうじゃないの。大人たちにさ。 当時サンライズのプロデューサーを担当した内田賢治曰くあの当時に2年続けてガンダムを制作できた意義は大きいシリーズ作品としての基礎を固められたロボットアニメで人間を描写する基礎にもなったと後年振り返っている。後劇場版3作品として再編された新薬ゼータガンダムにおいては神井は精神崩壊を起こすことなく シロッコとの戦いに勝利し、ハマーンはミネバの養育を理由に兵を収めており、本作の導入にはつながらない形で終幕している。福井春都市の小説をベースに OVA として映像化した機動戦士ガンダム UC の中では、本作に登場した MS の後継機が登場しており、主要人物の一人であるマリーダ・クルスは、本作終盤にグレミー軍として参戦した。 プルクローンの生き残りという設定がなされている。また、エウー5解体後に、連邦軍に接収されたという設定で、ブライト率いる、ロンドベル隊に編入された、ネイル・アーガマも主役機ユニコーンガンダムの母艦として、登場する。放送期間中に、アニメ映画、機動戦士ガンダム逆襲のシャアの制作が決まったため、 物語の後半で予定されていたシャア・アズナブルの登場が見送られ、映画に向けての伏線を張るだけに止められた。なお、トミによる本作の企画書に書かれていた1年間の大まかなあらすじによれば、アムロやベルトーチカの登場も予定されていた。キャラクターデザインは、安彦義和の不参加に伴い、北爪博之が手掛けることになった。その際、プロデューサーの内田健二からは、 延長する上で、新キャラクターが登場するが、今度は、安彦先生は参加されないので、雰囲気を変えずに、ゼータ・ガンダムでの作画テイストで、新キャラクターを描いてほしいという要望があった。メカニックデザインにおいては、前作のゼータ・ガンダム同様、モビルスーツのデザインが難航した。まずゼータ・ガンダムの番組延長のために20名ほどのデザイナーが集められ、 新ガンダムのラフデザインが描かれた。参加メンバーは当時 Z ガンダムに参加していた長野守や小林誠や藤田和美、振動者やガング類の合体変形などのアイデアを作っていたビシャルデザインなど。ゼータ、ガンダムの延長ではなく続編の制作が決まると長野守がメインデザイナーとして作中に登場するすべてのメカデザインを担当すると発表された。しかし、 富野義行監督のロボットアニメの原点に戻って、子供にもわかりやすい、明るいガンダムにしようという意図を組んだ長野による、3から5闘身のコミカルなデザインの MS は波紋を呼んだ。子供たちに一目で敵ロボットの特徴をわからせるための巨大な一つ目にも、闘身のガルス J、ハマーアンカーン専用 MS としてデザインされ、女性用ということで、おっぱいミサイルを胸に2発搭載する。 ハンマハンマなどのデザインはユニークではあるが、あまりにも従来の MS 像とはかけ離れていた。また、主役機ゼータ、ゼータガンダムも、長野案では模型にした際に合大変形機構に問題があることがわかり、何度かのデザイン修正が行われたものの、スポンサーサイドの OK は出なかった。結局、長野は1985年12月末にメカデザイナーを交板することとなり、 前作 Z ガンダムで描いたものとゲゼ、ガザ D、およびプチ MS とミドル MS を除くほとんどの長野のデザインは作品に登場しないことになった。放映までほとんど時間がない中、長野守に代わって主役メカのゼータゼータを小林誠が、そしてネオジオン軍 MS を豆渕豊が担当することが決定した。ゼータゼータ、ガンダムのデザインはガングデザイン会社、 TT ブレインの案をもとに複数のデザイナーに発注した中から小林誠の案を元ととすることとなった。小林は前作でバウンドドッグやガザシーといった可変モビルスーツをデザインしたことのある実績とモデラーとしての経験を見込まれ模型で再現可能な合体変形機構の修正を行うことを要請された。締め切りまで2週間強という強行スケジュールだったが、 コンセプトを G アーマーに変形、合体する最強のガンダムとし、最強を示す記号として頭部にハイメガ粒子砲を装備したデザインがまとめられた。小林はゼータ、ガンダムのわかる人はわかるデザインが理解されなかったため、ゼータ、ゼータ、ガンダムを統一共用ガンダムにしようとした、とのこと。小林の案では曲面的なデザインだったが、 当時の技術では商品化するのが難しかったので直線的にリファインされ最終的に振動者の岡本秀夫、名キミカによってクリーンナップされた。ただしバンダイ模型情報によるとクリーンナップしたのは北爪博之であるとされている。そして北爪のクリーンナップ工量がプラモデルの設計開始に間に合わずプラモデル1144ゼータゼータ ガンダムの頭部形状が設定と異なったと申されている。クリーンナップ第一項では G4 トレスに機種がなく小林の希望で急遽ダブルビームライフルの後端に機種が追加設定されている。ネオジオン軍の物語前半に登場する MS を担当した伊豆淵はゼータの後番組として予定されていた別のオリジナル企画にメインとして参加して答えも感じていたが ゼータゼータの放送が決定したために没となっており、かなり複雑な気持ちで臨んだという。また、イズブチは、ゼータの後半の MS のデザインが複雑化、怪物化していき、敵味方の区別すら曖昧になってしまったことに疑問を持っていたため、デザインラインの原点回帰を目指している。反省点は、多々あるものの、短期間で多数の機体をデザインしたことで、 互いのシルエットに変化をつけることができたのではないかと、後に語っている。当時は他にも仕事を抱えていたため、デザイン原案のみの参加で、クリーンナップは振動者に任せているが、ガルス J の頭部とバウはイメージがうまく伝わらなかったため、最後まで自身でクリーンナップしている。物語中盤以降に登場する新デザインは、メータ歌詞がほぼ全て担当し、 モデラーの小田正宏や佐山義則、模型雑誌、モデルグラフィックスの編集スタッフも協力している。本作では、エウーゴ MS は、メタスを除き、ツインアイとゴーグルアイ、ネオジオン軍 MS が、クリプス戦役終戦後に接収した、最高ガンダムマーク2、および終盤で登場する、クイーンマンサを除きすべてモノアイタイプと明確に分けられた。その影響により、 メタスが序盤で退場となり、リック・ディアスの強化型であるシツルム・ディアスが、ネオジオン軍 MS として登場することになった。物語後半には過去作に登場した MS のデザインを一部アレンジした上で、別の機体としたものを登場させた。これは既存の模型金型を活用して、低コストで商品を売り出すための手こ入れである。宇宙世紀88年、グリプス戦役で、 地球連邦軍が創設したエリート部隊、ティターンズは事実上壊滅した。しかし、エウーゴも大半のパイロットが戦死し、有力な指揮官のクワトロ・バジーナ隊は、行方不明となった上、エースパイロットの神井ゆう美談精神崩壊に陥り、深刻な戦力不足に悩まされていた。そんな中、三つどもへの決戦から一時手を引き 高みの見物をしていたハマーンカーン率いるジオン、広告残党組織アクシズはネオジオンと名を変え、地球圏の制覇に乗り出す。グリプス戦役で傷ついたエウーゴの戦艦アーガマは、修理と補給のためサイド1のシャングリラに寄港した。そこで、ジャンクや家業をしている主人公、ジュドウアーシタとその仲間たちは、全対戦で活躍した。 英雄機ゼータガンダムを奪って人儲けしようと企んだことがきっかけで、エウーゴと関わりを持つことになり、一員としてネオジオンと戦うことになる。ひょんなことから、ゼータガンダムに登場することになったジュド道は、仲間たちと共にガンダムチームを結成し、チーム一のエースパイロットとして勇敢に戦っていく。その途中、彼は蒸気を、ゼータからエウーゴの最新 AMS である、 ゼータゼータガンダムに乗り換え、同じ頃修理を終え改めて配備されたガンダムマーク2、1 0式と共にネオジオンを圧倒していく。そんな中、ハマーンはダブリンにコロニー落としを観光、ネオジオンの力を誇示すると共に地球連邦政府にサイド3のジオン量の譲渡を認めさせることに成功した。しかし、ハマーンの配下のクレミートとがザビケの真の継承者を名乗り、 ミネバラオザビを区別にしているハマーンを打ち倒せんと、謀反を起こし、戦局は大混乱となる。正規軍と反乱軍の主だった戦力は、相打ちとなる形で壊滅していき、グレミーも戦死する。そして、ジュド道とハマーンの最後の一騎打ちが始まる。モビルスーツや、モビルアーマーなど機動兵器に分類されるものはそれ、以外のものについては、キングレコードより発売。前期は、 オープニングエンディングとも従来の作品にはあった歌詞クレジット表示が廃止されたが後期になって復活している。第1話は機動戦士、ガンダム、機動戦士ゼータガンダムでの名場面や世界観、施設、登場する MS 等、前2作までの大まかな話の流れなどを説明した特別編であり、実質的な物語は第2話より始まる。第一話の前半ではシャアが、 ナレーション的存在として登場したり、MS の影当ての整合判定をしたりと異色の演出が行われている。その一方で、劇中ナレーションに、シリーズ第一作、機動戦士、ガンダムナレーションの長い一郎のナレーションも入れるといった、従来のファン向けの演出もなされている。次回予告の BGM は十九話までは、第一オープニングのアニメじゃないのアレンジで四十話からは、 第2オープニングのサイレントボイスの A メロ部分となっている。系列は放送当時、放送日時は1987年1月終了時点のものとする。1986年に遠藤明則による小説版が全2巻で講談社から刊行された。前作にあたる機動戦士ゼータガンダムは富野自身の手になる原作なのに対し、 本作は脚本を担当した遠藤明則によるノベライズである。内容はストーリーの中心部分に絞られ、前作を引き継いではいるが、地球降下後の展開が TV 版と異なり、アムロレイやベルトオチカイルマが登場している。なお、アムロと児童とのやりとりでは、逆襲のシャアへの伏線も示されている。その後、角川スニーカー文庫より観光されている。 コビージャパンより本作を元にしたゲームブックがボリューム1からボリューム3まで発売されている。物語はゼータゼータの世界観をベースとしたオリジナルストーリーで主人公は元連邦軍上層部直属の組織に所属していた強化人間。ボリューム1とボリューム2ではあまり MS の活躍するシーンはないが、ボリューム3ではゼータゼータ。 ガンダムの量産型やバウの簡易量産型であるバウビス、ティターンズがキリマンジャロベースで量産したキリマン・マラサイ、コシのあるバーザム等オリジナル設定の MS が多数登場する。他に連邦軍がサイコミュ技術を応用して開発したエニグマなる独自の要素も存在する。エニグマは一人のパイロットで複数の MS を制御するシステムでエニグマが組み込まれた。 マスター MS で2機の随伴 MS をコントロールし、1個正体を運用するというもの。ネオジオンも同様のシステムをシュペールサイコミューとして開発している。なお、この物語の後日談が逆襲のシャー公開時に、ホビージャパンが発売したガンダム関係のボードゲームの紹介ムック、ガンダムゲームズに小説として掲載された。 主人公は、連邦軍の前線基地マッシュの整備兵、通称、トラッパーとして登場。MS パイロットのホークアイやデュークと共に、ネオージオンの隠した金塊を奪うため、軍の高官がコレクションとして隠していた DJ を買って、戦いに赴くというもの。ありがとうございます。